こんにちは、こんばんは、です。今回はモンスター6周年おめでとうございますということで、6周年イベントのクロちゃんじゃんけんが来ましたので、ちょっとやっていこうかなと思います。でこちらですね、ポチ上のじゃんけんマークを押しまして、5戦戦って5回やって0勝だと10流玉かな。で1勝だと3個、2勝だと5個、3勝だと10個、4勝だと30個、5勝だと50個プラス2億円山分けということで、マルチで募集ができるので、マルチでいきたいと思います。これ普通に押せばいいんだよね。でマルチの友達がお友達とか近くにいる人でやって、でその人たちがゲットしたオーブンももらえるということで募集したいと思います。はい、ちょっとねモザイクかけてると思うんですが、ちょっとサブアカも入ります。ちょっと待ってくださいね、ボタン押しまして、こっち検索、はい、こんな感じですね。でこれでとりあえずじゃんけんが始めて、だから1勝でもすれば3、6、9、12個手に入るのかな。はい、ちょっとしばしお待ちください。はい、では集まりましたのでやっていきたいと思います。いきましょう、スタート。はい、モザイクですね、モザイクだらけですが、いきましょう。 OK なのね。 OK しました。勝負、じゃんけん、チョキ、グー。ふざけんなよ、ふざけんなよ、なにそれ、もう賞金なくなっちゃったじゃん。じゃんけんパー。ふざけんなよ、チョキ。あー、サバーカーはあれですね、チョキ。よし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 、パー。お、サバーカーも勝ちました、一緒。よし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 、じゃんけんパーだしん。よし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 、サバカグーだしん。あー、サバカアイコですね。じゃんけんパーだしん。うるさいうるさい、アイコはアイコじゃ。チョキだしんがサバカ1勝ですね。メインが2勝、2勝3敗ですね。これをちょっと後で、ツイートしておきます。はい、ってことで上のバナーがなくなっちゃったんですが、ちょっと何個をもらえたかだけ確認しましょう。ちょっと名前が出てきちゃうので、ここはちょっと見せられないんですが、結果発表したいと思います。結果発表しますと、私、やさまるくんですね。やさまるくんは5個。ゲットいたしました。であとの3つは3個3個3個でした。はい、ってことで 3×3 9の5なので14個ゲットしました。ありがとうございます。うん、なるほどって感じだね。はいはいはい、まあ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 、ちょっとねじゃんけん後なしじゃねえかみたいなね、まあ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 しょうがないね、あれはね。はい、ってことで、まあ、ワンチャンね、あるわけですから、2億があるわけですから、まあ、やるに越したことはないのかなというふうに思います。はい、ってことで、ちょっと覇者の塔のお助けのところ見てみましょう。そういえばなんですが、今回2分の1で、いけると。はい、2分の1でいけます。そして、あれですね、スタミナ半分でいけて、で今回からソロでお助けデッキがあるということで、ちょっと見ますか、お助けデッキね。やったところにしようかな。サバカと一緒にどうせなら回っちゃうので、こことかセツナとかいないのかな。ちょっと見てみます。お助けデッキこんな感じですね。はい、ここゴスト、あれなんだね、貝じゃないんだね。はい、だったりとか、これ
いいよね。実際だと助っ人使うらしいんですけど、今回は使わなくていいみたいな感じなのかな。なんか助っ人のマークついてないよね。わからん。はい、ですがめちゃくちゃ、例えばここの回すごくなんかキャラがいなくて苦手なんだよねとか、まあ昔の33回とか36回も難しいからキャラいないとね、やったりとかすると思うんですけど、そこも使えるというのはめちゃくちゃいいんじゃないのかなというふうに思います。36回とかもできるよね。おそらくできるんじゃないのかなというふうに思うんですが、まあでも助っ人使えるところがね増えたというんではいいんじゃないのかなというふうに思います。それ限定なんですけどね。はい、ってことで今回はクロちゃんじゃんけんで14個かなオーブゲットしましたということで、まあゼロより良かったです。はい、オーブでね。十龍国もね、今その重心化回っていうので10個使うからね、そこはちょっと辛いところだけど、まあ違う副属性が違うと友情がね5個5個とかなのかな、ちょっと重心化させる段階で受信流をね節約するっていうのは全然大事なことだと思うので、重力はねあるに越したことはないと思うんですけど、まあまあオーブ今欲しいからね、やっぱりアンケガチャが来るから、 大人気キャラガチャみたいなやつ来るんで、まあそこのためにもうオーブを貯めるっていうのは大事かな。あ、この70個の中に50か75か大きい数字のが入ってるんで、多分ね全部受け取ると500近くぐらいはあるんじゃないのかなっていうふうに思うんですが、とりあえずガチャの次来るガチャの楽しみのやつはあれなので、まあちょい玉もね、覇者のと登ればあるんですけど、ほら6周年の属性選ぶ爆絶感謝ガチャか、豪絶じゃなかったね、まだ爆絶でしたか、感謝ガチャが次のワクワクのガチャになるのかなって感じでね、今でもどの属性引こうかなってめちゃくちゃ悩んでるので、そうめちゃくちゃ悩んでる。まあ、シャーロック・ホームズも欲しいし、だけど属性限定の子も欲しかったりとかね、めちゃくちゃ悩んでますが、はい、まあ当日に引くか分からないね、ほんと悩んでるから、まあ、ですけど次はそのガチャで、はい、いい引きが亀引きができればなというふうに思います。今回はクロちゃんじゃんけん、はい、の動画でございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そしての前にチャイゴまで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。バイバイ。っていうか後ろのオラゴン、まあ、あとリゾラとかもそうだけどめちゃくちゃ可愛いよね。これね6周年じゃなくてもずっとこれでいてくれるのはまあ悪くないかなって思うね。あ、でも劇中とかのもいいけど、はい、まあ、オラゴンが可愛いよって感じですね。ちょっと6周年の旗振ってるもんね。はい、モンスト7周年に向けて、はい、まだまだ6周年ですけど7周年に向けて、はい、楽しんでいきたいと思います。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は画面左の登録ボタンからお願いします。この動画に関連する再生リストは真ん中の再生リストをクリックかタップしていただくと見ることができます。その他にもいろいろな動画を上げておりますのでぜひご覧ください。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。